オニスゲカレックスディキンサイは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。大きくて、先の尖った、下方を短いコボに密生してつける。ミクリスゲとも言う。火力性の多年生草本。長いほふエ枝を出し、株を作り、群生する。草丈は20から50センチメートル。葉は、花系と、同程度カヤや,や長く、戦力色で幅4から10ミリメートル、ざらつく。 木部の鞘は、高褐色で、質は、柔らかく、わずかに繊維に細かく裂ける。下記は5から7月。家計はざらつかず、こぼはすべて先端近くに集まって生じる。いただきこぼは優勢、側こぼは姿勢。側こぼの下から出るつとは、養生部がよく発達し、木部の鞘はないか、あっても短い。長生のオスこぼは、線形で、長さ2から3センチメートル。 柄がある。お花輪ペンは、淡かし色で、中六は緑色をしており、先端は鋭く尖る。姿勢の側こぼは2から3個あり、短い中上で、長さ1.5から2センチメートル、柄はなく、花を密集してつける。目花輪ペンは、花宝より短く、淡かし色で、緑色の太い中六があり、先端は鋭く尖るか、短いのぎになって突き出る。花宝は卵型で、 熟すると膨らんで反り返る。断面は三両形。長さは8から10ミリメートルで、無毛で脈が多数ある。先端部は長いくちばしになって突き出し、その先端は鋭い二葉がある。熟した時は膨らみ、緩く果実を包む。果実はひし形で、長さ2から3ミリメートルで、基部には短い脚部がある。和名は鬼すげの意味で、 大型の過保に基づく。また別名を、ミクリスゲットいい、これは、過保の形が、ちょうどミクリ類の過保に似ていることによる。北海道、本州、四国、九州に分布し、国外では、朝鮮半島からも知られる。湿地に生える。ただし、低地から山地までと標高はさほど選ばないが、湯水源付近の水湿地に限られ、 平野部の水田地帯にはほとんど生育がないとの言及もあり、湿地であればどこにでも出現するものではないようである。本種はコボや花砲が大きく、それが家計の先端に集中してつくことで湿地性の他の種とは容易に区別できる。例えば湿地性のゲとして普通なアゼスゲやカサスゲなどはコボがはるかに小さくてメスコボは細長い。 鬼になる小菅では、下方が6から9ミリメートル、馬菅では9から12ミリメートルと本種に迫るか、あるいは超える大きさを示すが、これらはメスコボが互いに離れて生じ、また下方のくちばしも本種のように鋭く長くない。環境省のレッドリストには指定がないが、かなりの数の道府県で何らかのランクで指定を受けている。分布域そのものは広いが、上記のように生育環境は、 幅が狭く、どこにでもあるものではなく、地域によってはかなり限定的である。例えば、兵庫県では2009年までは、指定があったが、精査の上で、生育地が数多く、標本数も多いので除外した。しかし、香川県では、生育地の記録そのものは多いものの近年は大きく、減少したとしており、その理由として、湿地や河川の改修による、 生育地の消失、あるいはため池や水田周辺などの管理放棄などによる生育地の荒廃などを挙げている。以下、主として、星のほか、P494 勝山、P353 勝山、P353 牧野原町、P365 牧野原町、P365 星のほか、P494 星のほか、 P494 引用 2K を含め国上、P110 兵庫の環境、鬼すげ、2018年8月6日閲覧香川県、レッドデータブック鬼すげ、2018年8月6日、閲覧。ありがとうございます。